京都のカレーを食べ歩く。本日いただいたのはこちら。カレー4種類に2種類のライス、ゴージャススパイスカレー。今回は JR 西大路駅から西大路通りを南へ歩くこと12分、カフェ&スパイスカレードッポさんに来ました。入り口はスロープになっており、バリアフリーに対応しています。こちらが本日のカレーと付け合わせになります。そして注文したのは4種相掛けカレー。左下から豚バラとビーツ、右下バターチキン、右上にだし汁キーマ、左上がスモークサーモンとカシューナッツの豪華4種盛り。とっても絵になる一皿。どれから食べるか迷いますね。それじゃあまずはいい香りがするバターチキンから。チキンの旨味とバターの風味にスパイスが合わさり、とても美味。ライスはバスマティライスでしょうか。スパイスカレーとの相性もいい。お次は豚バラとビーツ。豚肉と野菜の旨味が溶け込んで、とても美味しい。個人的には4種類の中で一番好みに合っています。次はスモークサーモンとカシューナッツ。独特な味。お肉よりも魚が好きな方にはおすすめかな。ちなみに私はお肉派です。最後にだし汁キーマ。スパイスカレーの定番キーマカレー。スパイスがよく効いて、口に入れると程よい爽快感が。お肉の旨味も溶け込んで美味しいです。さらにライスは雑穀米もあり、4種類のカレーの味をさらに2倍楽しむことができます。先ほどのスモークサーモンとカシューナッツはこの雑穀米の方が私的には正解です。副菜はスパイシーチャナ。ひよこ豆をスパイスで炒めたものや、新じゃがのココナッツサブジ、レッドオニオンのピクルスなど、普段の食卓には出てこない珍しい付け合わせがいただけます。すべてを食べ終えた感想ですが、4種類のカレーを一度に食べられ、さらに2種類のライスで味わう、いつもより8倍カレーを堪能した気分になれました。もちろん最後はスパイスの良い余韻に浸り大満足です。一度にいろいろなカレーを堪能したい私のような欲張りな方には大変おすすめなお店です。もちろん単品カレーもありますので、自分のお気に入りを見つけるためにも4種類のカレーはいいアイディアだと思います。それでは本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。